こんにちは、チョメです。パンパクパン、おはよう、チョメちゃん。続きをやっていきます。お、なに、女神様かな。新生活の調子はどうかしら。今日はチョメちゃんにお願いがあってきたのよ。え、どうして名前を知ってるかって。私、山の守り神だから村のことは何でも知ってるのよ。ってことで紹介が遅れたけど、私は女神様です。それでね、チョメちゃんへのお願いについてなんだけど、チョメちゃんはこの村と隣の村の村長たちが仲が悪いのは知ってるわよね。知ってます。あれってね、実は単にあの二人が仲が悪いってだけじゃないのよ。風習っていうからしらね、ずっと昔の村長たちの代からあんな感じなの。もちろん最初から仲が悪かったわけじゃないのよ。本格的に仲が悪くなったのは、そう、数百年前のあの日からね。何が起きたんだろう、数百年前、そんなに続いてんのか。あ、行き来しててよかったんだろうね。物流とかも国境がなかったんだろうね。どうだったかな、これ崩れちゃったのかな。なになに、あ、挨拶もちゃんとしてるね。カラスみたいなのがおる。長いよ。なんかそろそろ起きそうな気がするな、真ん中で話してる。来るぞ来るぞ。はじめはお互いの村のふもとをトンネルでつないで行き来するほど仲が良かったわ。だけど小さな言い争いを積み重ねるうちに、村長たちの仲はとても悪くなっていって、まあ人間だからね。なんだと、我が輩の村の料理をバカにする気か。これだからこの花村の村長とは気が合わんと言うんじゃ。これどっちかが妥協せんやいけんからな。それかお互いを褒め合うか。別にバカなになどはしてません。私の村の料理の方が美味しいと言ってるのです。気が合わなくて結構。あなたなんかと気が合わなくて、こちらこそお断りですわ。自分の村のもの食べればいいのに。村長方、落ち着いてください。あ、歴代村長って感じが。うるさい、ちょっと黙ってなさい。今日のタイトルはトンネルの秘密にするか。何?驚かせてしまったのかしら?でもそれにしてはコウモリたちの動きが。あなたたち、ちょっと、うるさすぎるわよ。毎日毎日こんなにうるさいんじゃ、お昼寝もできないじゃない。そんなに仲が悪いんだったら顔を合わせないように、こんなトンネル閉じちゃいましょう。女神様が原因でした。のきれないのかな、これ自分で。危ないよ。大丈夫?逃げてよ。なんだ?地震?いや、トンネルで地震は怖いな。あなたの大きな声のせいで山の守り神様が怒ったんだわ。まあ当たってるよな。何よ、我が輩よりも君の方が大きな声でわめいてたではないか。わあ、やばい、危ない危ない。そんなことを言い合ってる場合ではありませんよ。揺れがひどくならないうちに逃げないと。逃げなさい逃げなさい、危ないです。笑い事じゃないわ。タイミングよく落ちてくるんだろうな。今のほんとギリギリだったね。いや、こりゃ大変だって感じでね。私、うっかりトンネルを塞いじゃったの。まあね、最後が仲悪かったからね、仲良かったらこの後トンネル掘ってすぐ開通できたんだろうけどね。神様にもかなり怒られたわ。でも岩を元に戻すのめんどくさいのよね。というわけで、チョメちゃん、私の代わりにやっといて。ハートマーク、なんやねんそれ。今回女神様と結婚しようかな。あ、ただ岩を避けるだけじゃまたうるさくなって困るから、仲直りさせてからにしてね。それには月に4回山頂で開かれる料理大会が絶好の機会じゃないかしら。2つの村の人たちが集まるのはこの時だけだもの。チョメちゃんが美味しい料理を出して村を優勝させれば、村長たちだってきっとお互いの村を認め合って仲直りするに違いないわ。それじゃあ期待してるわね。じゃあね。無責任だな。よし、何しよっか今日は。雨だって。2850ゴールドをゲット。火曜日ってまだ空いてないよな。これ水やりがしなくていいな。ね、楽だね。あ、誰か来た。何する今
驚かせてすまないチョメ。今日は君に渡したいものがあって来たんだ。なになに？実はチョメの馬が足を怪我して走れなくなっていてな。それに壊れて使えない状態になってたんだ。直してくれたの？でももう大丈夫だ。少し時間がかかったが見ての通り元気に戻ったよ。それと代わりと言ってはなんだが新しい荷物の馬ね、用意したか、馬車馬が私からのプレゼントだ。牧場生活に役立ててほしい。これどうやって使うんだったっけ？乗れるってこと？そういやこいつの名前をまだ聞いてなかったの。なんて名前にすんだ？じゃあこれはねカタカナのチョメにしようか。タチツチョメいやなんか思い浮かばないんだよな名前が。チョメメでいいか困った時のチョメメや。チョメメでいいですか？はい、チョメメっていうのか。いい名前だな。馬と覚えてる。うん、教えた方がいいか。教えてください。そうか、よし、任せてくれ。俺が馬と荷馬車についてしっかり説明してやる。荷馬車だよね多分。まずは馬の乗り方についてだ。馬に乗りたいときは A ボタン、降りたいときは B ボタンを押せばいい。簡単だろ？簡単ですね。じゃあ乗ってみましょうか。次は荷馬車についてだな。今日は俺が運んできたが、荷馬車は普段自宅の左の方に置いてあるんか。この荷馬車の中にはいろんなものを入れることができるんだ。ああなるほど。だから倉庫っていうか袋枠みたいな感じか。まあ実際使ってみたらわかるな。あ、倉庫だ。あ、いいね、倉庫とリンクしてるって。なるほど、カマンと同じ。はーい、まあちょっと移動させてみる倉庫に。こんな感じで荷馬車についての説明はこんなところだ。荷馬車はいろんなところに行けるから、よっしゃ行ってみよう。ただし牧場の外へ荷馬車を引いていくには馬と荷馬車をつなげる必要があるんだ。つなげ方だが、馬に乗った状態で荷馬車に近づき R ボタンを押せば。ああなるほどね、真ん中のところか。ちょっとやってみるか。実際なんかめんどくさそうだから馬だけとかになりそうやな。はい、バッチリ。最初はちょっとやってみるけどね。雨の日だけどね。ちゃっかり傘差しとるからな、イルサは。そうだな、チョメに一つアドバイスをしておこう。お使いで品物を渡すとき、君の近くに居場所があると。あ、そうだね。取り出しやすいってことだね。便利だね。でも遠くにあると、カバンに入っているものしか渡せないから気をつけてくれ。ああ、なるほど。便利だ、すっげえ。それじゃあ失礼するよ、チョメ。頑張ってくれ。だから近くに倉庫を持っていけばいいってことだね。じゃあ馬はどこおった？これが荷馬車だね。これで R でつなげるって感じ。だから馬小屋を探さないと。ここか。おった。だからこれで A ボタンで乗るでしょ。ハートマークが出た。で B ボタンで降りる。いい降り方できるな。でここで R ボタンだ。あ、こうやってつなげるか。あ、結構簡単か。で R ボタンもう一回押したら離すんだよね。もう一回押す。あ、そうかそうか、あそこでしか離せないんかね。じゃ、ちょっとまずは掲示板を見よっか。掲示板。何かあるかな？あ、あるじゃん。山の幸。イリコリス。かわいいな。山ではいろんなものが手に入る。コツを知ってれば、山歩きのコツを知りたいなら、このお使いを受けてから私に来てくれ。なるほど。これは？うん。まあ、順番にやってみるか。虫つかみはもう、バッチリ。今度はジャンプ虫つかみ。いろいろ。じゃあ、リコイスを受けよう。はい。で、お使い目も。あ、ミントとカモミールを拾ってくるって感じか。なるほど。まあ、一応、リコイスのところ行こう。薬草だよね、リコイスって。どこだったっけ。ここだったかな、リコイス。いない？おはよう、ちょっと考え事をしていてな。それなんだ？いや、ごめんなさい。上におるんかな、じゃあ。リコリス、会いに来たよ。違ったっけ？ここ、おったおった。おはよう、元気そうだな。お使いのことを話しますか？はい。私は草や花を調べるためによく山に出かけるんだ。そういうわけで山にあるものをある程度は知っているつもりだ。少しでもアドバイスをできればと思うが、山歩きの楽しみ方を知りたいか？教えて、雨だけど。そうか。では説明するぞ。
教えると言っても大したことではないんだ。山には動物たちが運んだものか風が運んだものかは知らんが、いろいろなものが落ちている。食べられるものもあるし食べられないものもあるぞ。いろいろ調べてみるのも楽しいんじゃないか。じゃあ今日はこれを調べよう。実はこういったところからも羽や木の実が手に入るんだ。何かありそうだと感じたらとりあえず調べてみるといい。この音楽いいね。こんな感じならもう一回聞くか。いやバッチリバッチリ大丈夫です。でこれで拾ってくるってことだろうね。あー花とかが好きないのかな。はーい。でお使いメモだからこれでミントとカモミールを拾ってくればいいんだね。じゃあちょっとやってみるか。まだ7時か。はい、じゃあ行きます。カットはしないよ。ね、これゴンベのところ確か休みだからね。今日種まきもできない。だから今日はこの山巡りや山巡り。あ、ここでも前入ってなかった。ここだけ入っとこう。郵便局。あ、もともと入れないんか。あ、これ倉庫調べちゃった。斜めは止めるのは注意やな。じゃあまず、あ、ここここ、こことかね。こうやって拾える。A で拾って、Y でしまうか。みんな知ってると思うけど。あ、くるみとかも手に入る。もうないようだ。アマガエルが取れるけど。あ、これも掴めれるんだ。オッケー。いろいろ倉庫もあるからね。キノコもある。毒キノコって。お虫も出てきた。オンバッタ。あ、入れる。こうやってね、どんどんやっていくよ。魚は、自由に。これハンマーとかで叩いたら、整地っていうか、なんかできるんじゃなかったっけ。石とかはまだ早いかな。拾わん方がいいかな。最初、キノコとかで。これ、カバンの中どうなってんだろう。わあ、結構埋まってきたな。まあ馬があるからええけど。よし、ここは OK やな。今日はこの山の探索にしよう。で終わろう。おい。これうまくやったらあれ大丈夫じゃなかったかな。竹は？竹はないか。この辺パンダがおったような気がする。あ、こっからも取れるんだ。いいね、椎茸いっぱい取れた。あ、何？赤のなんとかが取れた。ちょっと連打音がうるさいかもしれん。じゃあ次のマップ行こう。とりあえず入れる石の、あ、これめんどくさいな、荷物枠が。これ移動させるのどうやってやるんだったっけ。これ一個一個じゃなくてまとめてできるはずなんだけど忘れちゃった。まあめんどくさいけど、ああ捨てちゃった。何やってんの。何やってんの。ほんと気をつけなきゃいけん。移動どうやってやせるんやったっけ。いや、忘れちゃったね、言い方。まあ、行くか。じゃあ次はここを見ていくか。上から行ってみるか。蝶々。これが空中虫掴みってことか。この辺はキノコ。トランポリンか。結構飛んだな。あそこで終わると思ったけど、この辺 A 連打しときたい。これ関係ない。関係なかった。あ、竿が落ちてる。竹みたいな。笹か。この辺は取れるんじゃない。取れんか。キノコでジャンプして戻るって感じだね。じゃあ次は下か。まあ下はここは釣りっぽいね。ここ石が取れていけそうだね。こういうところがあるっていうのがいいよな。楽しいよね結構。うん、なるほど。あ、ここいいね。ここ取れるやん。今のあれでしょ、ハンマーで立てていたらなんか出るやつじゃないかな。結構牧場物語ね、やってたな、ほんと昔。実況がちょっと難しいけど。こういう、なんて言うんだろう、作業芸だから。でもこれが面白いんだよな、これ。オフでやると。実況でやるとなんかちょっと考えちゃうけどね。喋らんやいけんとか。何を話せばいいんやろうとかね。だから自然と雑談力が求められる。なんか出てきたよ、これ。虫掴み。早いな。あ、入れる。金だね。金色だった。じゃ、この下もちょっと見てみるか。滑り台。こっちは？お、こっちもいける。ここもなんか合いそう。なんもないか。なんか合いそうな感じだったけど。ここもジャンプでやる感じか。カエルがおった。あ、これも初めてなんだ。まあ、虫とか分かれとるのはやな。これ空中掴みって言うんだよね。あ、入れる。よし。雑草とかいらんわ。投げとこう。あ、これも雑草いらんわ。カモミール拾っとこう。もうちょっとね、
手に入れるものをね考えるわ。1ゴールドでしか売れんかった。これで戻るか。これで終わりかな。よし、じゃあ次はてっぺんか。まあね、この辺とかなんもないよね。まあ日数は長いからね、どんどんやっていく。上行ってみるか。入れないのか。馬がおったら入れんってこと。人だったら入れる。入れるね。あー、特に、おい、めっちゃ綺麗やん、これ。いいね。じゃあ、どんどん行こう。よし、とうとうこっちに行く。どっちの方がいい資源があるんだろう。こっからじゃあ見ていこっか、順番に。探索しやすいのはどっちなんだろうね。カモミール。忘れちゃったからね、結構。これも雑草か。いらね。空中掴みや。はい。音がすごいな。この辺はないか。こっちも岩で隠れてるって感じだね。よし。昔風のバザールからやってるからね、自分。風のバザールは本当面白かったな。いや、でも今やったらどうなんだろう。昔やって面白いのと、今やって面白いのは違うからね、また。なんか過去って結構美化されるところがあるからさ。あの頃は楽しかったとか。だからわかんないけど。いや、でも学生の頃何やっても楽しかったな、ゲームは。だんだん楽しめなくなるからね、ゲーム。楽しめないっていうかね。あ、落ちちゃった。あ、マジか。落ちた、体力が減った。はい、入れる。あ、こっちの下も降りてみたいな。ここでもなんか捕まえにくいな。今のところ右の方が、いいわ、個人的に。あれ？これをどうやって行くんやろ。あ、さっきの岩のところかな。なんか行けないわ、ここ。じゃあこっち行こう。いや、もしかしたらいけるかもしれんけど。空中掴み。入れる。よし、上行こう。ここキノコ。あ、でもここキノコポイントがあるってことは、こっちもええな。でも、右もあったけどね。よし。他は？あれ？ここもこんだけだっけ？え、行けないのこれ。どうなってんのこれ。どっかから繋がってるってことこれ。こう、キノコがある。入れるここ。この辺から。あ、入れた、入れた。見逃すところだった。あぶんね。だからさっきもちょっと見てみよう、もう一回。で、こっちで右下に行くんか。あ、いいね、これ。なんだ、これ。なんだったっけ、これ。忘れちゃった。これ、滑り台通ったら元に戻る。これ、斜め移動やな。でも、めんどくさいな、これ。めんどくさいっていうか。あ、これは、あれか。行ってって感じか。あまり資源はないね。これ、だから B で話すんだよね。OK! グッと、ちゃんとなったぞ。それだけ。マジか。何もないな、資源が。うん、特に何もなかった。じゃあ戻るか。だからもう一回ちょっとこの1個右だけ見てみるか。はい。ブルーメル村はまだ行かないからね。あ、こっちもちゃんと魚掴みとかできるようになってるね、この辺とか。お、めっちゃおるやん、こっち。ワカサギとか。この辺は？あるか、枝とか。やっぱ隠れてるよな。あ、こっちもええな、でも。よし。雑草しかねえじゃねえか。石とか。リコリスに石的に渡すか？くるみがあったね。他は？なんか静かだね。よし。これは何だろう。いや、こっちの方がいっぱい手に入るぞ、結構。今のところ、多分。滑りだ。あと、ここでしょ？ここの割れ目もでしょ？いいね、こっち。マジか。豊富だ、ここの。ここの場所が豊富だ。よし、じゃあ行こっか。馬は下とか行けないよね、さすがに。行けないね。行けない。だから、ここでもう、ブルーメル村だよね。あ、ほら、ブルーメル村。だから戻ろう。一応トンネルも見とくか。あっちの方から。さっき喧嘩あったところどこだったっけ？あ、こんな感じのね、のんびり実況になりますからね。ここか。ここの左下だよな。違ったっけ？うん、やっぱり行けないような気がする。
やっぱり石だな、これ。石で行けるようになるんかもしれん。何か隠れとるんかもしれん。よし。戻るか。なんかジャンプしてしまう癖があるな。なんか速そうな感じがする。いけないよね、この下。ここ。いけない。うん、いけませんね。これでもう結構手に入ったんじゃない？リコジュースのやつ。あ、1個手に入ってる。じゃあ届けに行って終わろう、今日は。よし。早く寝てもいいからね。で、あと体力ゲージが余ってるから、最後畑仕事してから、終わるわ。体力をギリギリ少なくしてから寝る。多分それも結構ね、いいと思う。重要。早いね、馬だと。やっぱり。出荷箱にどんどん入れとこっか、最初は。あまり捕まんと思うから。ちょっと入れよう。まあ、石とかも入れて。どうやってやるのやったかな？ 2 個入れる。これ移動させるか。タッチペンで。オッケー。これでいいわ。オッケーオッケー。あ、キノコとかもそのままできる。あ、これでなんか依頼のやつを渡したら最悪だな。大丈夫だよね、今のところ。魚とかも全部やっとこう。魚料理作れるけど。カモミール。星1以上とかね。OK。はい、出荷する。また拾うわ。あ、ほんとだ。すぐ行き止まりになってる。なんか落ちてるぞ。違っとこう。よし、こうだ、こう。到着。あ、お父さんと話してる。失礼します。はい、お使いのこと話します。集めてきたよ。どれとどれだったっけ？ミントと、これでいっか。同じでしょ。星。ありがとう。なんか渡してみるか。いろいろ見つけたよ。あ、はい、料理ね。あ、ちゃんと最初は親切に教えてくれる。うわ、なんかいいの、ラベンダーもらったわ。ラッキー、出荷しよう。あ、なるほどね。ラベンダーとお使いで選んだハーブを、とってもか、ハーブサラダが作れる。ちょっとやってみるか。だから、ちょっと待ってよ。これさ、ちょっと渡してみるわ。なんか渡すわ。虫を、アマガエルを持ち上げて。アマガエル好きじゃね？リコイス。あげるわ。あ、ごめんなさい。カエルが苦手なんだ。植物は好きやけど。カエルプレゼントするって嫌われるよ、ほんと。やめなさい、やめなさい。だからこういう虫とかもちょっと出荷しよう。これを。全部出荷しとくわ。高く売れそう、最初は。オッケーオッケー。オッケーオッケー。最初は大事、虫を売るのは。多分ね、適当なこと言ってる、出荷する。じゃあせっかくだから料理作って終わるわ。早いけどね。あとここも耕しときたい。スタミナ使うから。料理を選んでレシピをする。だからこの、カモミールと、これでいいんだろう。OK。作る。一個。ああ！そっかそっか。もう一個いるんか。ラベンダーとカモミールとミントか。この三つがいるんだ。ああ、失敗した。まあ、ええわ。とりあえず、これで、ここで、R ボタンで直してと。ここね、ちょっとやっとくわ。自分で装備して。これでね、装備。これでエネルギーが減るはずなんだよね、左上。減るよね。これギリギリ減らしといて、釜レベルとか上げたい。レベルあるかわかんないけどね。
もしくはまたなんか育てたくなった時にすぐにね植えれるようにね、その時体力がなくなったらあれやから今のうちにやっとく。お、これ便利や。 なんかええな。あ、これが畝作るやつか。あ、これが畝っぽいな。作り方、畝の作り方。ちょっとやってみるわ、畝。装備。ちょっと待って。連打や。 あれ？なんかなってね。うーなんでやねん。 なんか畝ができねえんだけど。難しいな、畝の作り方。どうやってやんだったっけ？まだ作れないの、これ。これまたハンマーでやらんやけんからめんどくさいことになりそう。ちょっと畝の使い、いや、なんで？長押しだったっけ？違うな。やめとくか。じゃあ寝よう、今日。はい。セーブして寝る。じゃあ今回の実況はここで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。じゃあね、バイバイ、ありがとう。失礼します。